でも愛と平和はできないやついるやん。でどうする？まあ、もっとあの目先の人たちをあの話題に上げるのではなくて、もっと広い視野を持っていろんなことを話し合った方がいいと思う。なるほど。例えば今の日本は、うん、あのまだ男女平等の社会になってないだとか。何て男女平等の社会になってないだとか、まあ、別にそれはどうでもいいんだけど、あとあの今のなんかいろいろあるんでしょ、いろいろ社会の問題、社会の問題に。はい、ちょっとあれ換気扇消してくれんかな。いい。どうぞ。社会の問題が何？社会の問題について語り合うべきです。社会問題何が関心あんの、はい、あんた。どうすればお金を稼げるようになるかとか。ほら、自分は経営者になるしか稼げへんよ。あとはどうすればこの世界から、うん、今難しい言葉言おうとしたらちょっと分かんなくなっちゃった。この世界から何？働けない人をどうやって守ってあげるか。あの働きたいけど働けない。いや、景気悪いから仕事も少ないやん。そうそう。で、コロナで仕事少ないやん。だからどうにかせなあかんやん。そう、それをまず第一前提として話題にあげる、うん、あれは国が金持っとんだろ。でも国は金持ってるけど、お金持ちの人もいっぱいいるじゃないですか。いや、だから金を吸って、うん、毎年 2% のインフレっていうのを目標にしてるんだよ、ね、ただお金持ってる支配者層がインフレになったら困るわけよ、財産が減るから、うん、だからそうさせない圧力をやってんじゃないかって。なるほど。経済界でな、もうそう見てる。意味分かった？今の分かんないです。分かんないか、はい、インフレとデフレ説明してごらん。聞いたことあるんです。ああ、わかりました。インフレは世界情勢かな。何？世界情勢。インフレの意味言ってごらん。インフレーション。ああ。です。わからんのか。デフレーション。デフレーションはどうや。デフレーションは、まあ、不景気っていうような意味合い。そんなような意味合い。違う。要するに。インフレデフレってあるじゃん、うん、もう一個スタグフレーションっていうのもあるんだけど、まあ、スタグフレーションあなたには難しいから置いといて、インフレっていうのはね、どん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 値段が上がっていくんだよ。あ、株価の。株価じゃないよ。例えばラーメン一杯が今500円とか700円とかやん、まあ、1000円か、うんうん、高い、うん、それがどん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 インフレになると、うん、ラーメン一杯1万円とかなんだよ。1万円食べられないじゃないですか。だからみんな食えへんやろ、うん、金持ちしか食えへんやろ、うん、だからそうやって物価が上がっていくわけ。その一緒に給料も上がっていくの。だからカメリーが例えば今ね30万もらってるとしたら70万になるわけ。インフレだから。で、例えばインフレの時はカメリーが100万貯金しとるやん、ね、昔あったら100万貯金して1年ぐらい置いとったら100万が115万になっとったよね。利息もついちゃったよみたいな。もう昔はそうだった、まあ、法律が変わって今ないけど。で、デフレっていうのはどん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 ラーメンが一杯5円になった。いいですね。ああ。そんな世界が、まあ、ちょっと俺もよう分かってないんだけど、ね、実もインフレデフレ俺もよう分かってないんです。中身、はい、今の総理大臣誰よ。菅さんです。あ、ごめんなさい、菅総理大臣。その前は安倍晋三総理大臣。その前は、その前、あーっと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 、顔は出てるんですけど。野田だろ。そう、覚えてる。野田政権やろ。はい。じゃあその前は小沢さん。は小沢一郎。小沢一郎総理大臣になったことねえよ。いい加減しろよ。小沢さんの前、わからないです。わかんないか。野田さんもわかんないです。
俺もよく知らんねあ、じゃあ高井さん、アメリカの今の新大統領は知らない。バイデン大統領です。バイデンになったの？うん、なった。トランプから、うん、まああんなも関係ねえでね、どっちが悪いもクソもない。うん、まあそうですよね。ちょっとカメラにチャートいでよ。コップちょっと何かな。コップ頼むわ。コップ、うん、もう1個さすがカミニン、洗ってくれるね。カミニンやっぱそういうとこ素晴らしいよ。高橋さんいつも洗っていらっしゃるので。そうそう、神経質だからな。そう、自分あの何も言われずとも、その人がやっていることを見て、あ、この人はこうやってやらなきゃいけないからこういうふうにしようっていうのを考えることが大事なんですよ。すごい、ね、今のこの世の中。さすが用意書のカミニン。イエス、長いものに巻かれる。お待たせいたしましたありがとう、ありがとう、ありがとうございます。カメに今ね、あなたマナー違反したの知ってる？マナー違反ですか、うん、コップをもっと下の方持たなきゃいけなかったとか。違う違う、今こうやってったよ。ズズズってやったとか。こうやってやったっけ。今のは目下の子分にこうやって片手でこうやってやって、あー、こうやってこうやってやったの、ね、はい、これ今は子分にやったの。だからこうやって両手を下を添えてこういう感じでな。あ、でも高井さん古文じゃないですか。オッケーオッケー。で、分かった。はい、カメリン、はい、あなたことは知らないよ。あ、そうですね。高橋事業やったるわ。そうね何々できましたかって俺が質問して、うん、やってた場合なんて答える？何々は先ほど終わらせました、うん、とかできましたとか。いや、じゃあカメリン、俺がこの仕事取引先ね、俺あなたの対等な立場で。はい、あ、もしもし、カメリン株式会社ですか？あ、はい、こちら株式会社になります。この間頼んでいた商品が来たんだけど、はい、もう売注文欲しいんだけど送ってください。あ、かしこまりました、うん、もしどうご注文でよろしかったですね。はい、ではお配様宛てでよろしかったですか？はい、あ、じゃあそのように手配させていただきます。おありがとうございます。ご利用ありがとうございました。失礼いたします。できとるやないかい。できるんですよ。お前営業やってたか？やっとったか？やってました。よし、わかった。じゃあ売り券じゃないもんで。わかった。じゃあ俺クレーマーな。うん、あー、クレーマー。カメリン公務員な、はい、はいはい、公務員で、うん、俺文句言うお客。うん、おい、はい、どうされました？お客様、お前道路でお前工事やってお前の役場か。はい、俺の家にお前なんかブルドーザーがなんかで音がうるさいもんで、どないしてくれるんだよ。本当ですか？それは申し訳ございません。ただいま担当の者をお呼びいたしますので少々お待ちください。で、担当お前だろ。待て、おい今の何、今のじゃあ消耗して今良かったよ。ありがとうございます。でもう一回言うわ。今度カメリン、デパートの店員ね。あー、デパートで店員ね。デパートで俺お客さんね。はい、店員さん、どうされました？お客様、さっき、はい、刺身買ったんだよ。あ、はい、ありがとうございます。アンダースーパーで、はい、刺身の中に、はい、変な髪の毛とか入っとったら。本当ですか？それは申し訳ございません。今すぐ新しい商品と取り替えいたしますね。申し訳ございません。お待ちください。何でそんなでかい声出した今。いや、ここはやっぱりいつもそうやってやってんの？やってない。何、たまにはやります。映画とかなんかの影響？いや、違いますよ。でも今の良かったよ。うん、僕はやっぱりしっかりと分かった対応取らねば。じゃあもう一回行くわ。はい、スーパーの店員ね。スーパーさん、店員さん、はい、どうされました？さっき、はい、お会計したら、はい、100円の商品が、はい、500円でレジ打たれてたじゃないか。本当ですか、お客様？ちょっとレシート見させていただいて。レシートとお前この商品見てみろよ。あ、はい、どうも。これ500円でお前レシート100円になっとるやろ。本当ですね。これは大変失礼いたしました。今すぐちょっと打ち直しさせていただきますので。べえ、お前そんなに済むかよ。今ここに来るのに、はい、ガソリン代もかけてきたんだから5000円払えよ。そうですね、ちょっと店長と相談させていただきたいので
少々お待ちくださいね。あった。っていう。あ、マジ。でも今の店長で逃げたよ。店長で逃げました。あなたが店長だった場合行くよ。ああ、無理です無理です。いや今店長が来てで俺クレーマーな、うん、で店長が来た。はい店長来ました。どうすればお客様。あんたんとこの従業員が、はい、あいつだと態度悪くて、あ、そうなんですか。でレジ打ち間違えて言い訳しとるんだよ。はいはいはい、はいはいはい、100円の商品500円で、はいはいじゃねえよお前、ほら人喋ってるのにお前かぶせてはいはいとかって、あ、はいはいはい、そうですね、舐めてんのかお前。いや舐めてませんよ。はい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 、どうし、どうやって責任取ってくれるんだよ。そうですね、はいはい、少々お待ちください、ね、じゃあお客様 の、 お名前とご住所とお電話番号。ああ、これこうだよ。ああ、はいはいはい、はい、こちらまた後日ちょっとお伺いさせていただきまして、謝罪の方させていただきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。ちょっと待って、カメリー今の、はいはいとか言って、たまーになんかいるじゃないですかなんか適当カメリー、それどこで覚えてきたん。いや、たまになんか面倒くさいお客様とか見えたときに、なんかそうやって対応する人がいるですか。あ、カメリーもそういう接客してたの。接客業とかはしてたんですけど、うん、まあ、クレームとか。クレームは対応はしてないです。ああ、それはしてないです。だ、商品とかもできるわけだ、注文が。ああ、それも、それはやったことない。そういう電話対応みたいな。電話対応はしたけど、テレアポイントみたいにやってた。それはやってないです。じゃあカメリーが今まで働いた中で一番クソみたいな会社は、今うんじゃねえよお前おいダメ、うんじゃねえよお前、意外にしろ俺のパパのパワーブラック企業って言われてるんだよ。大ブラック企業ですマジで。いや、カメラ本当に今まで働いた中で一番ブラックはどこ。一番ブラック、どうなの。でもそこまでブラック企業で働いたことがないので。まあ働いとったやん、そこで休みがないとか言ってたじゃん。ああ、休みはないけど、でもまあ働く人がいないのでそれは知らないかなと。カメリン、うちなんてめっちゃ怖い。今ちょっとさ、はい、今パワハラ社長って俺言われてて、カメリンをいじめてるってめっちゃ言われてるけど、皆さんいじめられてます、大変助けて、あバカかお前、マジいい感じしろあのさ、カメリン、うちさ、ちょっと5チャンネラーが、はい、俺がブラック企業の社長で従業員でいるカメリンを、うん、もうすごいこき使ってるって言うんだけど、うちがいかにホワイトか言ってやってほしいんだよ、あのホワイトか、ホワイト企業か、うん、基本うち月間18日勤務だから、はい、ルールがで、月間12日休みがあるから、うんうんうん、そう、で、9時5時で残業なしだから、うちは、はい、これホワイトでしょ。ホワイトですね、まっさらです。まっさらやろ。はい、まあ、ちょっと給料少ないな、うん、あれ、上の人間金持ってとんだ、うん、ここはちょっとブラックですね。いや、ブラックか、ブラックですね。上の人間悪いな、対等にしないと、やっぱりね、で、俺が悪いってことか。そうそう、貧富の差が張りすぎて、そうそうそう、俺の給料が高すぎるって。そうそうそう、見たことあるの。俺の給料ないですけど。ないの。ない。だからカメリーの給料はちょっと少なすぎる。そうそうそう。いや、カメリーなんて結果残しないじゃん、まだ。ああ、そうですよ。だから うちはあの完全実力主義なのよ。カメリー知らんかもしれないけど、はい、だ、結果残したやつには100万でも200万でも俺払うし、結果がないやつはもう本当に時給1000円レベルになるから。はい、なんかカメリー今まで結果残してないから。あ、それ、売れたらカメリー月収500万でも1000万でもするよ。だ、売り上げがないとそれはできないよ。厳しいですね。ああ、このパワハラは貢献にはならないですか。何、パワハラは貢献にはならないですか。何パワハラ今酔っ払いな相手をさせられてるって。そうでございますいや、これはカメリー、エンターテインメントという、はい、あのインターネット居酒屋ライブだから。ああ、なるほど。だからこれお仕事だから。あ、これも立派なお仕事。お仕事、お仕事。あ、なるほど。いや、これ見て、はい、あのこの間さ、カメリーと石の話したやん。あれが大好評で、うん、2時間ぐらいカメリーに説教を聞かせてくれって言われたの。へー、2時間も。ああ、それについてどう。いやー、ちょっとそれはご勘弁を。俺の音が嫌いだから。うん、そう。
なんで嫌いなんだよ。なんで僕は嫌いなんだよ、言ってみろ。だ嫌なとこ一個一個言えよ。どの辺が嫌なかも言ってみろ。この辺が、そうですね、話が長い。あの、この前まで言いましたよ。おう、何や言ってみろ。話が長いです。おう、次は。話が長いです。それだけ？話が長い、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 話が長い。だから今は、カメみたいなゆとり世代だ。聞き力っていうのはないやん。聞き力。聞き力。だから自分と違う意見を、うんうん、あの自分の価値観あるやん。カメリンの価値観と俺の意見も価値観違うやん。でも相手が言った言葉を30分でも1時間でも黙って聞ける聞き力っていうのが今の若者足りんのよ。うんうんうん、分かる、うん。だから俺はそういう聞かせるためにカメリンに3時間でも4時間でも話し続けてな。それを聞かせるわけよ。それがうざいってことか。あとこういうところです。何がそっと差し出していく。ずっと行く。嫌ですよ。わぁ、いい、わかったわかった、やらない、わかったわかった、わかった、ごめんごめん。ということで、カメリンさん、今日カメリンさんの、うん、あの芝居がめっちゃ良かった。ありがとうございます。あのあー、カメリン、あとこれ見て、これイカフライ、これイカの食べて、ダイオウイカの、いい、お腹いっぱい、うん、待った。じゃあカメリン、あと、はい、あの俺の素晴らしいところちょっと聞いとこうか。あー、そうですね。誰にでも寛容な態度で接しられるところ、うん、でしょ、うん、素晴らしいと思います。多分俺一番優しいと思うんだよ、地球上で。思うでしょ、カメリン。思います。うん、あとは、独自の世界観を持っていて、なんかオリジナリティあふれる作品を作られるところ、うん、があとは、基本的に高橋さんクリエイティブなので結構アグレッシブに行動されるので。以上です。他にはないです。長所を述べよ。長所長所長所、本当ねえか。長所元ですか。欲しがりますね。ないのかな、欲しがりますね。バカにしようか、お前。いいよいいよ、どうぞどうぞ。そうですね、あまりその怒っているところを他の人には見せないところですかね。あの横柄な態度で。何が？高橋さん。いや俺はだって人助けが仕事だから、うん、困ってるやつカメリンとかね、行き場を失った困ってる人を助けるのが仕事だから、怒ることなんかないんだよ、うん、助けるだけだから。だから相手がうまくいってなかったらもう俺がちょっと助けないといけないなと。なるほど、助けるんだよ。え、助け舟をさっとこう差し出されることが素晴らしいと思います。そうやろ。はい、他には、他にはそうですね、仕事中にもかかわらず、うん、お酒を飲酒されてるところとか誰にもできないので素晴らしいと思います。だって水商売だったら酒飲むやろ。水商売は、うち水商売やぞ。本当ですか、初めて聞きました。 FA 法で届けにこないしてくるよ、じゃあ。いや、いやだからね、ちょっとビール、もうビールない。あ、もうないです。オッケーオッケー、これお茶飲んどく。あ、仕事中に昼間から酒飲んで絡んでくると。そうです。何考えてんだと。いや、そこは素晴らしいと思います。でしょ。はい、他の方には真似できないところだと。そうそう、あと俺酔っても絡まないからね、そんなに本気では、うん、ああちょっと絡むぐらい。じゃあ短所ちょっと言ってくれ。短所ですか。短所は昼間からお酒飲んだから、うん、長所でもあり短所でもあるっていうところですね。他には、なんかフリートークを強要してくるんだから。いや、これ強要じゃなくて自分がお笑い芸人になりたくて売れたいって言うから鍛えてやってるんだよ。いやですよ、別に今なりたいわけじゃないですよ。あ、何、昔なもんで。あ、もう今出たくないの。もう今違うもんで。今はどうなの。今は裏方です。あ、あんま出たくないんか。あ、そうかそうかそうか、それはしゃあないな。裏方で台本書いたりとか大好き。あ、今度台本書いてきましょうか。書いてきて。
でも今度はあの私監督で、いや、やったってよ。監督兼脚本家でやって、やったみんなあの出していただいて。いいよ。うん。でそれ撮った後に、うん、あのギョッサン vs カメリンのガチンコ大相撲10番勝負。やらないで。あれやらないで。10番勝負で。やだ。ボッコボコに。なんでボコボコにからるんですか。じゃあ極真からでごっこ。やだやだ。じゃあ寸止めボクシング。いやです。なんで。危ないもん。違う、そういう危ないのとかじゃなくて健康的なスポーツがいいですね。スポーツ勝負。みんなも見たいはずです。いやまだいつかなんか気が向いたら。うん、で神に最後視聴者ちょっと動画長くなったら、うん、どうでこうやって。皆さんも強い心で生活していればいつかは運が回ってくるはずです。最後にカメリン一緒にうっせぇわ歌って終わるか。知らないじゃないですか。知ってるよ。本当ですか。行ってみよう。行ってみよう。うっせぇわで終わるぞ。はじめオープニングからどうぞ。なんでですか。いやだから俺も用意してるのよ。ちょっと歌ってくれ。ちょっとはいどうぞ。軽くどういうフレーズ言って、セリフを。子供の頃から逃げてるよ。サビの方ですか。あ、何でもいいよ。こういうとこで歌うもんじゃないですよ。歌手はお前が歌うもんだろ。歌詞じゃないもんね。歌詞じゃないもんね。歌ってみやおい。こういうとこで歌うもんじゃないですよ。で一回で歌って、お願い。一人だもんね。どういうちょっと言って、俺知らないの。詩を言いましょうか、じゃあ。正しさとは愚かさとは、それが何か見せつけてやるです。どう読んでんねん。正しさと愚かしさとは自分たちの家で見せつけてやる。子供の頃から悪ガキでうっせえうっせえうっせえわあやいやいやうっせえわって、お前がうっせえわって思ってるんだよ俺。うっせえわうっせえわってあんな言っとくけどね、あれ若者が歌って歌うてるやろ。おっさんともブチ切れてんだよ。若者がさ、昔からそうなんで。尾崎豊って知ってる。聞いたことあります。だから10代の頃俺らの世代だと、うん、大人は悪いものみたいな。で大人を敵にして世代間ギャップでね、うん、くだらねえ大人がクソみたいな、そういう若者が多いんだけど、大人そういう若者嫌うから、うん、うっせえうっせえわって言ったら大人もお前もうっせえわって言って仲悪くなるだけだから。で俺今の若者に言ってんのよ、ぐちゃぐちゃ言ってんじゃねえよって、うん、だからいつの時代も若者とおっさんって揉めてきた。年配者と若者、うん、だから大体うっせえわって言っちゃいけないから。そうですね。ありがとうございますだから。だからあの歌がおかしい。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますじゃないといけないんだよ。うっせえうっせえうっせえわって言ったら、ね、なんなんだってなるじゃん。おっさんから言ったら若者の心の声ですよ。何が。なかなか外には吐き出せない心の声を歌にされてるみたいですよ。あ、そういうこと。知らないけど多分そんな感じじゃないですかね。じゃあなんでうっさいか知ってる。なんでうっさく言われてるか知ってる。おっさんから言ってやるよ、うん、世の中のおっさんたちの不平不満俺が代弁してやるよ。そう、若者ができてねえからぐじぐじ言っちゃうんだよ、うん、できてたら言われねえから、うんうん、ああだからうっせえわうっせえわっつって逃げてるだけで俺から言ったらね、何も言わせないぐらいやってみろこの野郎っていう、うん、でその「うっせぇわ」って歌作った人はどうか知んないけど、あの何もなかったら言わないから、うん、褒めるだけ。ただできてねえからお前ここできてないでって、うん、ここも改善した方がいいでってって言ってくれたことに「うっせぇわ」って言ったら、うん、例えばお父さんがとかお母さんが自分の子供がダメだと、ここ直した方がいいよあなた、うん、これは絶対世間出てもみんなが嫌がられるから、はい、そういうことしちゃダメ、うんって言ってうっせえうっせえうっせえわみたいになってんのよ世界が。おかしいでしょ。お母さんの気持ちどうすんの。お父さん、お父さんとお母さんが泣きながら自分の子供をよくしたいから、うん、もう嫌われてもいいけどこれは絶対こうしなさいね。亀子これはダメだ。亀子これではあなた就職した時にもうそれはそんなこと言っちゃダメだと、うん、万引きとかやっちゃいかん亀子って、うん、な万引きで中学校の時捕まって、うん、こういうことでカメ子やったらいかんみたいな。でカメリンのために言ってくれたわけ、うん、そこで、まあ、カメ子がグレたとした。うっせえわってばばうっせえうっせえうっせえわってなっちゃってんだよ今世の中の。
だからあんな歌流行らしちゃダメなんだよ。あー、まああんまりよろしい。お父さんお母さんが泣くだけじゃん、うん、自分が一生懸命自分の子供がよくなると思って一生懸命泣きながら言ってさ、でガキがさ、うっせーうっせーうっせーわーっつったらお母さんお父さん泣いちゃうよ、悲しくて。そうやろ、あんな歌流行らしちゃいかんじゃん。そうですね、ありがとうございます、ありがとうございますだろう、うん、ありがとう、ありがとう、ありがとうだよ。でもそれは昔の人の考え方じゃないですか。何がそういうのは。でふとだから そうやって考えるのはやっぱ昔の人の考えで、今の人はちょっと違うんですよ、うん、いや考え方が変わってきてる。あの変わっちゃいけないから、うん、でもいつの時代も変わるものですよ。時代は変わる、あのね、人も変わる。俺たち老害は、老人は嫌われてること分かって、うん、あえて言ってやってんのよ、うん、分かる分かる。だから尊敬されえ、へんちゃうか。笑ってごまかしてんねえよお前。笑ってごまかしてんねえよお前。ダメ。若者の気持ちは違うから、はい。でもいつのよ、もうおじいさんたちはそんな若者にこれ良くないぞって言いたがるのよ。でよく言うやん、最近若者がさ、インターネットで影響を受けてさ、老害だとかさ、じじい死ねとか言ってんだけど、うん、俺はそういうのにすごい腹が立ってて、その老害から生まれてきたんちゃうんけ。うん、そうです。だろ、はい、老害の尿道を通ってな、カビも取ったやで、尿道を。なんでか、いや、うおセクハラ発言来たぞ。だみんな尿道を通って生まれてきてんだよ。汚い、汚くねえよ。汚い、言い方が汚いって思ってたら。で、お母さんが偉いって言うやん、うん、どっちがだよね、お母さんも偉いよ、お父さんも偉いっつってんだよ。で、お母さんのお腹の中からまた通って生まれてきたわけやん、カメリー。カメリーもみんなそうだわ、これ聞いとるやつは、はい、そうですね。でもその前にお父さんの尿道を通って出てきてんじゃん。それを老害ってどういうことやねんお前ら。おじいさん俺らが言って、子供がね、俺の友達なのも最近孫ができてんだよ。へえー、すごいな。もう40代でもう孫がいるやつがいるんだよ。早い、お前もうおじいさんかと。40代でおじいさん、お前早いなと。で、それ俺らも、俺もおじいさんって言われてんだよ、今会社で。あ、で、俺が言うけど、その、老害なんて言ってる若者には、あの、お前その老害の尿道を取ってお前生まれてきたんちゃうんけって、感謝の気持ちがないんちゃうんけって言いたいわけ、老害は。どう思いますか、それは。ここは、そうですね、ちょっと言い方があれですけど、まあ確かに、あの男の人がいなかったら生まれては来なかったです。そう、人間は、はい、でお母さんがいなくても生まれなかったんだ。そうです。だから俺は本当に儒教の心で、まあどっちか宗教的な宗教団体だから、うん、やっぱり目上の人は尊敬しなきゃいけないし、うん、親はやっぱりあの産んでくれてありがとうって感謝がないと、うん、そしたらカメリンの親とかもう世間でもそうだよ。子供がうっせえうっせえうっせえわって親に言ったって、どこ通って生まれてきたんってあんたって、うんうん、えって、尿道通って生まれてきといてやな、コブみたいな生き物やから。何を舐めた口聞いとるの、ちょっとみんな通っとるよ、はい、ボレなく、はい、でそれを世間のやつらが隠しとんねん。おかしいやろ、本当のこと隠して。それに今怒っとんねん、関西弁も今は使い始めたの。なんで世間のやつらそれ隠しとんねん、カメリンじゃ。それはまあ保健体育で習うから。じゃなんで隠す必要があるんだよ。まあそれが流行ってしまったらいけないからじゃないですか。逆に言えば、逆に言えば、はい、まあまあ、のこんな小さい時からそんなもん流行らせてしまったら大変なことになりますよ、全国が。いや、わかんないけど、いや、絶対大変なことになります。だからそれを子供たちが理解した時にようやく平和が訪れる、うんうん、
あ、そうだったんだ。俺お父さんお母さんの分身だったんだ。そうなんだ、ありがとうってなるわけ。だってうっせえよなんて言うわけないの、そんな。そうでしょ。うっせえよなんていう単語は怒られたら喜ばなきゃいけないんだから。そうだよ。だから俺はね、小学校のあの悟りゆとり教育とかも説教したよね、教育委員会って、うん、何考えてるんだろう、教育委員会が。で、教育委員会の人たちもさ、頑張ってすごいけど、あの、もうちょっとしっかりした方がいい。どこ通って生まれてきたの、君はって。黙りたまえ言うてね。とにかく君たちは どこ通って生まれてきたんだとね、尊敬したまえ先生をって。何何？大丈夫。もう疲れてきた。疲れてきた。やっぱり酔っ払いの相手疲れる。疲れてきた。でも本当まあそのうっせぇわね感じ。うっせぇわで、はい、その子供たちがそのインターネットでさ、おっさんはパソコンもできねえし頭悪いし使えねえくせに怠惰でかくてうぜえなみたいな、うん、ああいうの良くないって言ってんだよ。先輩なんだから、うん、だから俺は日本を年功序列にしようと思ってる、うん、年を食っとるのが偉い、うん、あ、そんだけのこと一個でもしちゃったらもうパンとか買ってこないから。走りですか。パシリじゃない、喜びだよ。え、だからパシリって言ってるだけで相手のこと見くびってんだよ。もう古文なんだから、一個し年が下の時点で、はあ、これをもう日本国憲法、それ破ったらもう刑務所だ、うん、厳しい、ね、厳しい厳しい。だから命令されたらやったーって喜ばないかんね。ああ、なるほど、うん、そしたらうっせぇわなんていう若者がそんな流行んねんぜ。うん、うん、喜びなんだから。何がうっせぇわだよと。お前バカ野郎っつって、今喜ぶとこだよって。なるほど。今俺がバーって言うわけ、はい、そしたらやったーって全員日本国民は喜ぶべきなんだよ。言ってくださった高橋様がと。そこでうっせぇわなんていうのはうわぁ、控えろ控えろで、控えろってスケさんとさん出てきて控えろって誰に言ってござるみたいな、このもんどころが目に入らぬかいで知っとる。知らない。知らんのかお前。水戸黄門見とけよ。水戸黄門知らないのために。水戸黄門聞いたことはあるけどね。黄門様がおって俺みたいな、あー今日もちょっと疲れたなっつったら悪いやつがいっぱい出てくる。そしたらスケさんカクさんが、あーで俺がヨボヨボのおじいさんみたいな感じで、うーでジジイ何やってんだみたいな感じでな言われる。で俺がうわーみたいな、で小じきのジジイみたいな、うんうん、そしたらスケさんカクさんが出てきて、控えろ控えろってこのもんどころが目に入らぬかって認めすくいご功労であるでござるぞみたいな。そしたら当時で言うと日本一、日本でもうお偉いさんよ。そしたらみんながそれ、もんどころ見たら、はぁ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 って、上さんはぁみたいな。そういう世の中にせないかんやろ。俺がこうやってやったら、日本中の人が、スケさん、カクさんが、しかやおろう言ったら、はぁ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 って。そうですね。確かにそう思います。そしたら気分いいやろ。はい。水戸黄門になって。はい。だいぶ気分がいいです。ああ、どうぞいいですか。神ありがとうございました今日もね。ありがとうございました。じゃあ皆さんちょっと最後に一言。一言本音、ないもんで。本音的で。特にないもんですよ。で言うとき。ああもう皆さんあのいつまでも心は綺麗なまま保った方がいいですよ。あ、何か嫌なこととかがあったら、それはその人に向かって面と向かって直接顔を見て言った方がいい。だからあの悪口は良くないよな。そう、悪口陰口は良くないと思います。ただやっぱりその注意とかをしてもらって俺は嬉しいのよ結構、うん、俺謙虚だから、あ、注意してくれたんだありがとう。そこで今みたいな流行りで会社行ってさ、中学校高校生なんかはやってて君ダメじゃないかって、うん、これはやらなきゃダメじゃないかって、はい、何
長くなりますか。